ただの魚さん10周年ありがとうございます。ヤスプッチンさん10周年ありがとうございます。髪染めてないかな。ヤスプッチンさんと、なかなかなかさん、マサさん、10周年ありがとうございます。アメロニタイプさん10周年クマありがとうございます。あ、間違えた、違う違う、ケロックニさん、ユキヒロさん、スミさん、ごはんま10周年ありがとうございます。よりこぴさん見てたよ。マンチクさん、周年ありがとうございます。タカさん10周年クマありがとうございます。10の方欲しいな。今日誕生日です、おめでとう。ちょっと待って、長十郎さん10周年ありがとうございます。東京くんかわいい、ありがとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアマサカズさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。そう、10だとなんか入るかも。トモゾッペさん、ヤシタンさん、ただの魚さん、匿名希望さん、勇気や魔法さん10周年ありがとうございます。バルタン太郎さん10周年ありがとうございます。今日は眠くないですね。いや、眠くなると思う、運動してきた。ちょっと警棒10周年ありがとうございます。 THY さん10周年ありがとうございます。ビタミンチコアさん10周年ありがとうございます。すごいいっぱい銃来てる、イエーイイエーイ。コウさん、タコありがとうございます。セイチさん10周年ありがとうございます。マテウスさん10周年ありがとうございます。神崎正門さん10周年ありがとうございます。マーさん、リベロさん10周年ありがとうございます。ちょっと若干だから眠たいよねっていうでも私は遊び大全で麻雀をしたいまさみやさん10周年ありがとうございます。やすうさん400回目のもありがとうございます。ゆうさん10周年ありがとうございます。走ってない、ビビーさん10周年ありがとうございます。下手って聞いたら、下手にいたら機材で見えなかった、でも下手だったじゃん。三代目もノートさん100回目の方もありがとうございます。警棒10周年ありがとうございます。しおちゃん10周年ありがとうございます。スイカゲーム、でもスイカゲームも飽きちゃった。ただの魚さん10周年ありがとうございます。ウナの仲間の、なんだそれ、 DOS初めて聞いた。大分に無事帰り着きました。そりゃ良かったです。ステージ思ったより狭かったでも全然イベントがあるときありがたいから。ゆきちゃんはメールにそう、最近はね、ありがたいことにちょこちょこイベントに参加させていただけるので写真を撮れるのがありがたい。そう、シュンさん、ケイボー、オルガーさん10周年ありがとうございます。うどん体操って何。ロックニさん10周年ありがとうございます。今回でもなんかいっぱい人がいて、どこに誰がいるか全然ちょっと分かんなかった、マジでなんか誰と目が合ったか覚えてない、誰がどこにいたかもちょっと覚えてない申し訳ねえ。そうね、次は置いたかな、外イベ、うん、だと思う。
HKT ちょいとおじさん10周年ありがとうございます。 YouTube 面白かった、 YouTube 面白かったならよかったでございます。ゆうさん10周年ありがとうございます。瞬間瞬間あって思ってんだろうから全然全然マジで覚えてないごめんね。でも本当に頑張って踊ってたから。夏からイベントらしい。そうなんだよ、ありがたいよね本当に。10でも読んでもらえるの、これ10を10個の100じゃないと読まないことになってる。申し訳ないが、基本的にはじゃないです。ちょっとキリがなくなっちゃう。生誕の年表が文字だらけ。本当いっぱい書いとって。 UFO はね、そうありがたいことに葉月さんのポジションだったのでめちゃくちゃ良かったです。ヨロチさん10周年ありがとうございます。アライアン10周年ありがとうございます。 UFO はねなかなかね、フェスでそもそも披露する機会もないし、あれ基本ヘッドセットの曲だから全然、なんかヘッドセットじゃなくてそのハンドマイクのやつはなんていうの、そう今回初めてでした、ね、レアだったよね。しかも今回ですね、なんとなんとこれは言ってもいいって言われたんで言うんですけど、実は私今回本当はイベント10人で出る予定だったんですよ。そうで、たまたま私がその秋吉さんがバニーガールのやつ書いてて、私がバニーガール枠があるんですかってリポしたから、たまたま11人目としてこう追加メンバーとして、だから本当は10人だったな、あのイベントって。でそれをこう、それを面白いって言ってくれたこうヨッピさんのおかげで、私が11人目として幻のね11人目として出演することになったのは、まあすごくありがたいことだったんですけど、なんせ10人だったからマイクがなくてですね、本来私のマイクって音がないマイクで出るって言って、私だけ出るのは出るけど私だけマイク音なしですよっていうあれで出る予定だったのなんだけど今回イベントの TNC さん側のご好意か分かんないですけど、マイク、私のもうしっかりと音が入ったマイクを貸していただけてですねはい、ちゃんと歌うことができましたなんか私本来マイクなしだったんですよそうマイクなし予定だったんですけどはい、マイクを貸していただけたので私もマイクを持って出ることができましたそう、ありがたいことにそう、本当は10人だったの、あのイベント。しょうちゃん、にゃんこ先生10周年ありがとうございます。トマトップさん10周年ありがとうございます。ひどすぎるっていうか、違う、ひどいじゃないよ、私が追加メンバーだから、もともとねもともと私は出る予定じゃなかったのを出してもらったんですよそうなのでねそうネタ枠として出る予定だったんですけどそう、とてもありがたいことにマイクをいただきましたゆたかさん10周年ありがとうございます。のむのむさんも10周年ありがとうございますそう、そう、とてもラッキー出演ですね、ありがたい。だってあれ、君はもっとできる選抜メンバーだったでしょ、私だけすいませんちょっとお邪魔しますみたいな格好だった感じだったから、そう、ありがたくね、本当に。窓から空を見上げてバカバカしい空想をしてた。ケボ結婚してありがとうございます。無理です、史上初の快挙どうなんだろう、でも本当秋吉さんのおかげですね、ありがたい。にゃんこ先生いいね、ありがとうございます。そう、でも UFO 募集中、私折り面ですから、実は実は折り面、なんかたまにシンデレラ
シンデレラ側っていう人いますけど、私は一応 UFO なんですよね。じゅんちゃん10周年ありがとうございます。アプロさん10周年ありがとうございます。でも UFO2 番とか一生やる機会なさそうなんだよな。陸泡があって入ったらぐらいじゃない。覚えてない、どんな歌だったっけ2番。ケイボー結婚してありがとうございます。無理です、10周年の方が欲しい。いつか UFO の滑り込みやってほしい。まあやだあれやだ、私のとこだけちょっと振り付けが違うんだよね、あれ A メロとか私のポジションの人。でもちょっと今日なんかこうステージがいつもよりちょこうキュッとした感じだったからさ、あの何回か迷子になりかけたよね。意外と距離感が近すぎてさ、いろんな BB さん10周年ありがとうございます。わ、10周年が欲しいって言ったのに一生結婚して投げてくる、ちょっともう無理ちょっともう無理。翔さん10周年クマありがとうございます。そうなんだよ、披露あんましないんだよね。確かにね。警棒10周年ありがとうございます。ピナピナさん10周年ありがとうございます。誰かとぶつかってなかった、ぶつかった気がするけど覚えてない。神崎雅一さん10周年ありがとうございます。そう、なんか最後の曲みなちゃんうろうろしてたように見えました。最高かよ。いや最高回は全然うろうろしてないんだよな。あの最高回はね、最後ラストの曲、ラストのラッサビが多分誰かがちょっと立ち位置間違えちゃって、私が前列に行く予定が後列に行っちゃったから、あどうしようって一瞬迷っちゃったぐらいかな。でも別にあとは何ともなかった。最後の曲はね、 B さんが迷子になりかけたよね。怪我は全然なかったです。なんて優しいんだ、そんな心配をしてくれるんだね。寒いな、弱風にしてるから寒いな暖房。あ、思い出した、 UFO の2番、急に刺されちゃったっては私なんか答えられない、こうなんだ、何も聞いていないし興味なんて、興味なんかまるでないのよ。ただの魚さん10周年ありがとうございます。これだ、事務所から近場でイベント出るの不思議な感じ。そうだよね、こんな近いことなかなかないもんね。キラキラしてる、あそう、別のメンバーのせいというか、まあ、間違えちゃうのは仕方がないですからね。UFO 衣装リクアブルだった、そうね確かに。あ、いやこの前着らんかったっけ、コンサートで、なんかのその1個前になんかできた気がする。1個前ってか最近、今回ノルマじゃなくて、いやノルマもあるんだけど、このランキング来ればノルマもちょうどなんか達成できそうな感じだから頑張れば。7月だっけコンサート、コンサートで来たんだよ。その時はねリーヌさんかユーナさんポジションやったもんな。その時に来たかな。でもこの髪型かわいいよね。アレアン10周年ありがとうございます。今でもどのくらいか全然わかんない。ヤスプッチンさん10周年ありがとうございます。仕事の合休憩中にのちゃんの初めていつの間にか寝てしまう、大丈夫なのそれ。シュンさん、10周年ありがとうございます。
下まつげなんか思ったよりいい感じだな。4月昼コンできてました。おお、でもその時のストーリー全く覚えてないわ。ゆうさん10周年ありがとうございます。イベント終わりはですね、いぶきとくるたんとまーさんとご飯を食べてました。よしかずさん10周年ありがとうございます。髪型後ろはね結んでるかな、うん、今日の FOT で気になって見に行きました。あー、くるみ推しかな。あれなんかツイッター載せてたよね。UFO でベイパーマックス履いてるのがいいよね。それベイパーって、あれそういうの。でもなんかめっちゃあれ動きやすいよね。後ろ引っ張ったら靴紐がギュッてなの知らなくて、いぶきにやってもらった。 UFO 衣装比較的あれね、下にヒートテック着てました。何人か寝落ちします。おやすみなさい。ゆうやくん10周年ありがとうございます。そう、今日はねあのクリスマスマーケットに行こうって誘われてたので、いぶきからの誘いで可愛い服を着たんですけど、結局クリスマスマーケット人が多そうだよねってことで一瞬写真だけ撮りました。でも私ほとんど3枚ぐらいしか撮ってないから、そうだからまた今度この服着てこの髪型してリベンジします。ホットチョコとか飲みたいな。7月昼間 UFO りなちゃんいない。嘘だ、なんかの衣装着た覚えあるんだけどな。メルコさん10周年ありがとうございます。やっぱクマプリンセス8位から動かんの。はい、楽しみにしてます。いやまだ載せない、それ載せれるやつじゃない、チャットぐらいかな送っても。ひろくにさん10周年ありがとうございます。おみかんさん10周年ありがとうございます。とみさん10周年ありがとうございます。ゆんゆん10周年ありがとうございます。ホットワインは飲めないわ、ワインが無理かも。ラビリンス曲あって出演しなかったやつ、え、じゃあなんだ。でもゆうなさんか、あれなんだ、リーヌさんのポジションに出たことあるんだよ。リーヌさんとこかな。神様10周年クマありがとうございます。それいつだろう、でもリクアより後なんだよね絶対。じゅんちゃん10周年ありがとうございます。メルコさん10周年ありがとうございます。メンバーのコールが偏ってた。あ、本当？春コン？春かな？いつだろう？前目のポジで踊ったやつ、そう前目のポジで踊ったのが一回あったの。自分のポジじゃなくてちょっと前に上がって来た覚えあるんだよな。ブレタン太郎さん10周年ありがとうございます。ホットワイン飲んだけどすごい甘いジュース、あ、ダメダメ、もう匂いだけだ、私ダメな、甘い。それならあれがいい、ホットチョコがいい。なこさんの卒業コンサート、なこさんの卒業コンサートに UFO あったっけ。それの昼ってこと。息も詰まっちゃうような退屈すぎる授業中に窓から空を見上げてバカバカしい空想をしてた。勉強のない世界で恋愛だけできたらいいな。正しいキスの仕方誰か教えてくれないかな。今日なんか左のまつげいい感じだね、ほら。
タイノジさん、皆ちゃん見てました？いや、見てないんじゃない？あの、大越慎太郎さんと私お話がしてみたくて、めっちゃ絵好きなんですよ。そう、一番ドハマりしてたのが高校生の時、めっちゃドハマりしてた思い出がある。ツイッターとか見て、でもなかなかお話しする機会はなくって感じでしたね。あの頃すごく流行りましたね。でも今も結構あれじゃないっけ。だから音楽やってたの知らなかった、そもそも。この番組、秋代さんと一緒に番組するまで。トミさん10周年ありがとうございます。番組きっかけ、番組きっかけで音楽を始めた。王さんもちょっと寒いわ、暖房ちょっと強めてくる。あ、ちょっと突然強くなりすぎちゃった。よいしょ。ジャッキーさん10周年くまありがとうございます。明日はラジオの収録があるので、ぜひ皆さん、お便り送っといてください。お便り送ってねって書いとこうかな。夕飯はだからもう食べてきたの。お便りもうダメだった、今日の14時までだった。ごめんごめんな、遅かった。もうちょっとごめん。しかも3日前に載せられてたからちょっと気づかなかった。ごめんな。スカートはこちらファンの方にいただきやした。暖房、そう暖房。これタカさん10周年ありがとうございます。あら、いっぱい。そう、今日こそちゃんとメイクを落として寝なきゃ。最近メイクを落とさず寝ることが増えたからね。ニキビができちゃったんだ実は。今日隠してるけど、コンシーラーで。マジでニキビが、ニキビできない人なんだけど、できた時ちょっと焦るよね。だからこそ、まあ、すぐ治るだろうとは思うんだけど心配になっちゃう。なんかどんどん年を重ねるとやっぱり治りにくいって言われるの、みんなに、大人の方々に、先輩方に。怖いやん、そんなん言われたらさ。マリモさん10周年ありがとうございます。
22ヶ月え今回の潰れなかったの、やってみたよ。指しげんさん10周年ありがとうございます。ちょっと今回難しかった。ヤスプッティンさん10周年ありがとうございます。ニキビって自然消滅も、そうね、自然消滅を待つのが私は普通かな。メルコさん10周年ありがとうございます。神崎正和さん10周年ありがとうございます。恋がもっと衝動的なものさ。 DJI さん10周年ありがとうございます。うわ、なんてこった、眠くなってきやがったさ。44分か、あと16分、耐えれたら最後までやろう。にゃんこ先生10周年ありがとうございます。おでんちゃん10周年ありがとうございます。佐藤の魚さん10周年ありがとうございます。壇上真っ赤っか、本当にやった。あれやん、10周年ありがとうございます。今の時期の福岡寒かった、寒かった、普通に寒いから絶対暖かくしてきなさい。HKT チュアトジさん10周年ありがとうございます。今日さ、今日っていうか昨日の夜さ、そういえばボディーソープと歯ブラシがない、歯ブラシの歯磨き粉がないって気づいて、アマゾンでポチったのはいいんですけど、歯磨き粉は来たけどボディーソープが来てないっていうまさかの事態。まあ仕方がない、ボディーソープは明日来るはず。メルコさん10周年ありがとうございます。10欲しい、この10のやつ。そうだからもうボディーソープは頑張ってこう蓋外してポン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 ってするしかない。そう、なんか別々だったっぽい。今日は絶対に口内炎の薬を塗って寝るんだい。トモゾップさん10周年ありがとうございます。いや石鹸みたいなのあるんだよ1個。あのさ、ドンキとかによってるさ、桃のさ、桃の匂いのハート型のやつ、なんかツルツルお尻みたいなやつ、あれあるから、あれでいいならあるのよ。それって送料な、いや送料無料、私プライム入ってるから。あとゴミ袋買わなきゃ。そんな買えるのある、えあるある、なんかお尻ツルツルにしてくれるやつがあるの、もものやつ。サメいらん、あ、いる、サメはいるけど。ワイタンタロウさん10周年ありがとうございます。 TK さん10周年ありがとうございます。でもうちのお風呂アヒルが2匹いるから、アヒルたまに浮かべる。普段はこうシャワーとかのさ、こうひねるとこにいるんだけど、上に乗っけてるんだけど、たまにこう気分でアヒルも浮かせるよね。昼1年くらい住んでる、住んでるよ。夏祭りがなんかでゲットしたから、あ、じゃあ夏か。あ、そう、恋するお尻、それそれそれ。でも最近赤すり行きたいなって思った。なんかチラシで赤すりどうですかみたいな書いてて、わ、赤すりちょっと行ってみたいみたいな。自分からどんだけ赤が出るのか気にならない。なんかやってみたくない、1回ぐらい。どんだけこうなんかガシガシされてガシガシ出てくるのか。気にならん？痛そうね。まあね、痛そうやけど、でもなんかすっきりしそうじゃない、体が。なんかちょっと軽くなりそう。そんなついてないと思うけど。
大分赤すりするとこなんどんなイメージ大分に対する。アデル赤なんて出ないですよね。出ないけど経験としてやっぱこう背中がかゆいかもしれないからちょっとこうやってみたいなみたいな。表に出てきたら辛くなりそう。でも逆にさあ、こんだけあったんだよかったさっさと取っといてってなんない。痛くないならいいんだけどな。どうなんだろう、痛くないよね。そう、私に赤がないよっていうのを証明するために行くんだから。宮川カメラで見ながら撮ってほしい。それたまに TikTok で流れてくんのよ、スッキリ系動画で。めっちゃ見てた。うわっとか言われたら落ち込む自信。うわっ。でもさ、店員さんなんてさ、そういうの見慣れてんじゃない。だからなんかなんともなさそう、いちいちその程度だとね。それはさ、なんか知り合いにうわって言われたら嫌やけどさ、ってなるけどさ。でも別になんか店員さんは慣れてるよ多分。痛くないのかな。誰かやったことある人いないの。ドクターフィッシュはめちゃくすぐったかった。チクチクする感じ。ちょっと痛くない、ほんと痛くない。じゃあ行ってみたいな、いつか。楽しそう。新人さんってやっぱり最初は奪ってん。でも多分研修とかあるはずだからさ、どうなんだろう。お風呂入ってからやってもらうから。あ、そうなの。え、でももう一回体洗いたくない？やってもらった後。ドクターフィッシュ周りの人に自分集まったら恥ずかしい。いおりと私でやったら私の方が集まったんですけど、無理。桂さん10周年ありがとうございます。角質取るローション、そんなのあるの。思っても口に出さないようにしてください。どんな指導、そんな指導あるかな。メルコさん10周年ありがとうございます。ご飯食べてない配信初めて見た。あ、本当。別にね、そ前から食べてるわけじゃないのに、実は。メルコさん10周年ありがとうございます。そうだよね、美味しかったんだよね多分私の角質。まあ完璧究極のアイドルですからね、角質も美味しいんだよ。ヘッドスパ、わあ、ヘッドスパ確かに行ってみたいな。ありだな、ありだなとか言って、別に旅行行くみたいな計画立てる感じで言ってるけど、そういうわけじゃないんだよ。鼻毛抜くとこ行って抜いたら女性の店員さんにうわーって言われた。嫌だねそれ、鼻毛抜くとこなんだからいいじゃんね。ちょっとよく寝る。普通にマッサージ行きたいな。プリティってなんだ。ヘッドスパ眠れる、いいな。でも私さ、マッサージの足つぼ苦手っていうのが分かったんだよ。普通に痛い足つぼ。それなら全然なんかふくらはぎもんどいてほしい。え、足つぼみんな好きなのやっぱ。あれ私苦手。寺国さん10周年ありがとうございます。
嫌いではない。マジ？足つぼマットなんか嫌なんだよ。痛いんだよな足つぼ。ああごめんなさい無理ですなる。19万だって。あともうちょっとで T シャツのあれだゲットだよ。もう私はその先を目指してますけど。ラックスさん10周年くもありがとうございます。長時間歩いた時にやるとよくすっきりする気がする。あらん10周年ありがとうございます。ジャスプッチさん10周年ありがとうございます。にゃんこ先生、ヤスプッチンさん、イキゴジ、トモゾップさん、10周年ありがとうございます。なちゃん生誕グッズ届くの、あ、そっか、まだ届いてないもんね、みんな。みやくん10周年ありがとうございます。とんじるさん10周年ありがとうございます。ディナーチケット、そう、50万までいったらディナーチケットだけど、まあ、いけたらなぐらいだね。トミさん10周年ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。生誕祭までには届くと思う、さすがに。ラウタン太郎さん10周年ありがとうございます。生誕って初めて買いました、ありがとうございます。いっぱい売れたはずみんながいっぱい買ったっぽいから。発想がもにゃんか当日になった説。あ、当日、生誕当日世代なかった、それはないやろ。12月入る直前で配送されるはずらしいです。ゆゆさん10周年ありがとうございます。ゆきごじ10周年ありがとうございます。ディナーショーチケット、ディナーショーじゃない、多分ディナーチケットです。ディナーショーじゃない。ご飯が進む、食べられる、どういうこと？普通に食べられるだけだと思う。ディナーショーって高そうだよね。バイオリンとか聞きながら食べるのかな。うわ、そんななんか空間に放り込まれたら私無理かもしんない。なんかあのお箸の使い方って、お箸じゃないか、フォークの使い方とか分かんなくないですか。もうちょっとで終わっちゃいますね。お時間です。笑って言われてなんか煽ってるみたいだね。神崎雅和さん10周年ありがとうございます。13位俊さんありがとうございます。12位にゃんこ先生ありがとうございます。11位ゆうさんありがとうございます。10位神崎雅和さんありがとうございます。9位ケロックニさんありがとうございます。8位ティーチョイさんありがとうございます。7位長十郎さんありがとうございます。6位ただの魚さんありがとうございます。小井メルコさんありがとうございます。4位警部ありがとうございます。3位ヤスプッチンさんありがとうございます。2位タカさんありがとうございます。しばらたん太郎さんありがとうございます。ヤスプッチンさん、三角さん10周年ありがとうございます。クッチーさんお疲れありがとうございます。アジシノクさん、ヤキゴジスミさん10周年ありがとうございます。ヘロクニーさん、ユウヤくん10周年ありがとうございます。眠たいね、ちょうど眠たい今。
ラブ北海道さん、タカさん10周年ありがとうございます。なかなか7位までいかんの。ショウさん10周年クマありがとうございます。にゃんこ先生お疲れ、ありがとうございます。いい夢見てね。はーい、じゃあ皆様おやすみなさーい。